どうもじっさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうもじっさまです。今日はですね、モンスターハンターやっていきたいと思います。モンスターハンターワールドですね、やっていきたいと思います。ですね、どっち行ったいんだ。クエストはですね、バルハザクですね。バルハザクを倒そうっていうイベントやってますんでね。おいしょ。この先にいるはずなんですけどもね、ヘリウムさんと一緒に行っております。お嫁さんですね。はい、実様のお嫁さんと言ってます。おー、出てきたヘリウムさん。はい、怪しい、非常に怪しい外国人みたいな、遠くで叫んでますけどね。ここら辺に出てくるんじゃないかな。バルハザクっていうと、よいしょ、ゾンビみたいなね、モンスターですよね。一応古竜、一応じゃないか、れっきとした古竜なんかですよね。さあ、来ないかな。あれ、来ねえな。あ、来た来た。なんかラクダみたいやな。いつもね、奥まで行ってね、入れ違いになっちゃうんですけどもね、ここで待ってたら来る。なんかやられてるし。のし、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 のし。止まっちゃったよ。よーし、腹切るか。おい、お腹切ります。兄様、今日はですね、双剣です。おほほ。ちょっと待って、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 ちょっと待って。危ない。はい、双剣といえば鬼神斬りですね。鬼神斬りどんどん決めていきたいですね。イエフー、イエフー。バルハザクなんですけどもね、なんかやべえ。古竜の中ではどうなんだろう。あんま強くない方に入るんじゃないかなと思うんですけどね。動きも呪いしね。ただなんか正気みたいなやつってすげえダメージか体力減らされるんですよね。そこが痛かったりしますよね。よいしょ。おいおいおい、どっか行った。なんでね、その辺注意しながら戦えば。よっしゃー、チャンス。お腹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 。はい、お腹どんどん切りましょう。いやエリムさんはね、ライトガンナーですね。ライトガンナーって言わないか、ライトボウガンですね。待て、よいしょ。はい、あ、死ぬ、やべ、死ぬ死ぬ、こっち向いてる、やべ、死ぬ。死にかけちゃいましたね。消しの実でね、この体力減衰っていうんですかね、は入っていきますんでね。さあ、あとの2人さんはどこにいるんだろうね。ヘリウムさんと2人で戦ってる気がしないのですが、うい、やべえ、くせえくせえくせえ。うい、まあね、モンスターハンターね、実際は地味に全クリしました。はい、最後のボスね、なんかガチャガチャ切ったら倒せちゃったんですけど、でっかいモンスターでしたね。はい、で終わった瞬間っていうんですかね、ここはなんか吹っ飛ばされてる。終わった瞬間ね、確かね、ハンターランク14から始まった、あ、14だったと思うんですけど、終わった瞬間に29に上がりましたね。はい、びっくりしました。あれどういう理屈っていう。尻尾切れるかな。尻尾切りたいとこですけどね。やべえ。オッケー。まあ、双剣はハンマーに次ぐ楽チン機体ですね。操作簡単なんでね、この回転切りしてジャカジャカ切ってるだけでいいんでね、すごく楽ですよね。でもあんま調子乗るとね、まあ、死にそうになるんでね、怖いですね。はい、あ、まあ、ヘリウムさんと一緒にね、ゆっくり攻略してる分もあるんでね。よいしょ。
癒しの煙突を置いてくる。煙突？危ねえよ。当たってるよ。キャー！ピヨッタ！助けて！助けて！誰か助けて！大丈夫だ、問題ない。エリムさんが殴りに来てくれましたけどね。ゲイ！よい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 。双剣はね、格闘じゃない、いっぱい切るんでね、なんだ、この、ひらめきじゃないわ。なんだっけ会心か。ひらめきスキルってなんだ。会心がね、つくとね、すごい気持ちいいですよね。見切り？これね、バシ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 とバシバシバシと、もう基本これやってるだけなんでね。双剣使ったことない。あまずい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 、溶ける。お、先行弾。イエーイ、いてー。まずい、すごい減っている。はい、あ、そういや、なんでモンハン実況してんのって感じでしょうけど、モンハン実況しないんですかって言われたんで、それだけです。久々ですね。前回ね、ドドド三兄弟、もう1ヶ月ぐらい前かな、多分。うわぁ、くせぇ。あ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。喋ってたら死んじゃうぜ。あ、やべ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 、死んだ。ごめんみんな。酸の海で溶けちまった。今のは不用意やったな。めっちゃくだらん死に方してもだ。そう、ピヨって死んだよ。ピヨって酸の海に落とされて動けなかった。まあこんな感じでね、そんなにうまくはないんでね、結構普通に死にますね。よいしょ。体力の服着といたらよかったね。さあ行くぞ。よいしょ。打ち消しの実どっかなかったっけ。あ、生えてる。すごいね、酸の海で死ぬなんて思わなかったね。よいしょ、なんか麻痺してる。イエーイ、しっぽだ、イエーイ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 、いたー。そんなとこで立ち上がられると結構困るな。届かんからな。よいしょ、よいしょ、無理か。あ、逃げてった。率先して尻尾狙っていきましょうかね。よし、死んでしまったお詫びに。あれ、回復のなんか筒ないな。なんでないんだ。ん、なんでないんだろう、わからん。まあいいや。あ、武器はですね、ネルギガンデの双剣の最終強化の1個前ですね。ラスボスの素材が、ラスボスの素材がいるんですが、ラスボスの素材の角が出ないという感じですね。角って剥ぎ取りから出んのかな、あれ。よいしょ、なんとか尻尾切りたいですね。ああ、どうだろう。なんか燃えてる。また減ってる。バラハザブはこのなんか正気的なやつが結構いやらしいですね。よいしょ、ほい。尻尾狙っていきますよ。まあ、尻尾切るんだったらね、体験とかで来いよって感じしますけどね。全然ちゃうとこ切っちゃったよ。
おお、ヘリウムさんが死んでしまった。なんという時代夫婦だ。ひどい、これはひどい。まあなんとかなるでしょう。さあ、回復してばっかしだな。すぐ切れそうなんだけどね。よいしょ。全然戦ってねえや。悪いな。まあ助け合ってプレイできるのがいいゲームですよね。モンハン。はい。まあこれ3死したらね、もう一回取り直しますから。怖え怖え。よいしょ。どう、切れた。よっしゃ、切れた。素晴らしい。キュアマカロニさんがやべえ。はまる、擬人化して丸ボタン押しゃいいですからね。とりあえずそれだけしとけば、まずい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 。お腹、飛ばされてる。お腹。ん、どうなった、寝た、寝たぞ。あ、爆弾持ってきてねえや。おい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 。よいしょ。で、尻尾狙いすぎたかな。どこ？尻尾どこだ？イエーイ！なんかいいもん出ろ。おお、尻尾でしたね。尻尾から尻尾。はい、チュッチュッチュッと。よいしょ。バルハザクって閃光弾有効なんかな？どうなんやろ？外したわ。外したというか、さっきボタン間違えたけど、みたいな。お腹お腹お腹。いたー。ゆるりと。よし、頭。チャンスチャンス。チャンスですよ、これ。倒れたらチャンスですよ。このまま倒せるかな。あ、すいません、味方の人。うーい、やつけた。いやー、夫婦で死んでしまって申し訳なかったですね。はい、実様は酸の海で溶け死ぬと。ヘリウムさんは
体当たりされて死ぬと非常に申し訳ない死に方してしまいましたね。はい、ちゃんとお礼言っておきましょう。はい、ありがとう。さあこのちょっとした空き時間でね、使ってしまった打ち消しの実をね回収すると、回収しながらこうね3度目、ここで死んでしまいましたね。ここゴリゴリヒットポイント減りましたね。あ、ヘリムさんだ。なんかめっちゃ速射してるんだけど、怖いこの人、一発も当たってないけどはい、ということでね、バールハザクでしたね。ゾンビみたいな気持ち悪い竜ですけどもね、装備は結構ね優秀だったりするんでね、ぜひともね作っていきたいなとは思っております。さあ何かいいもん出たかな。久しぶりのモンハン実況、はい、2回死んでしまうっていう非常に残念な結果でしたけどもね、もしここまでね見てくださった方おられましたら、たまにモンハン実況しますのでね、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。